2002年世界フィギュアスケート選手権大会初日、長野市の M ウェーブから男子シングルの予選をご覧いただいていますが、これから B 組の予選が始まります。まず20人のスケーターのうち最初に登場したのがアメリカのティモシー・ゲーブルです。オリンピックで堂々と銅メダルを取りました。この人も4回転の出来感というところがありますね。そうですね、はい、注目しましょう、はい、曲はパリのアメリカ人、はい、ブレイキングルーツですね、はい、オリンピックではこの後に4回転からのコンビネーションジャンプが入っていました。サルコと 3回転トーループのコンビネーションですね。流れもあって高さもあって良かったです。スプレッドイーグルからのトリプルアクセルダブルトですね、はい、これも決まってますね。本来はトリプルトリプルにするのかもしれないですけど、予選ですのでダブルにしました。3回転を4回転を3回入れました。そうです、はい、素晴らしかったですよ。ジャンプですね。素晴らしい高さと流れがありました。フライングキャメルスピンですね。パリの街並みにポッと出てきたアメリカのカントリーボーイの表情がよくこの辺りに表現されています。はい、よく合ってますよね。トリプルアクセルですね。ずいぶん高く上がるようになりましたよね。はい、一つの動きにメリハリがあり、しかも非常に線がずっと出ています。そうですね、すごく芸術的な面も上手になったと思いますよ。はい、はい、トリプルサルトですね。シーケンスをやってます。音楽を上手に使ってますよね、はい、この辺りの動きもシャープですね、はい、トリプルフリップジャンプですね。難しい動きからトリプルループをいきます。はい、綺麗でしたね。これで全ての種類のジャンプを飛び終えました。フライングスピンして、
非常に安定感のある演技を見せましたアメリカのティモシー・ゲーブルです。ほとんど欠点のない演技を見せたゲーブルの演技をスローでご覧いただいていますが、今は綺麗な4回転3回転、はい、ジャッジはこれをもとに各自の最低基準の設定をし得点を決定します。4回転ですね、はい、これも非常に高さがあって、軸がほとんど乱れないところがこの人のいいところですね。そうですね、はい、そしてこのステップワークですが、はい、エッジの使い方なんかはどうですか。ずいぶん上達しましたよね。とってもいいと思いますよ、はい、オリンピックの時よりもまた上手になってるって感じですね。そうですか、はい、やはり自信がそのエッジを支えてるのかもしれませんね。で今回は少しレベル下げてやったんですが、完璧でしたよね。そうですね、一つ一つのエレメントが非常にメリハリの効いた演技になりました、はい、予選のフリーは7人のジャッジで判定されますが、果たしてどの程度の得点が出ますか。出ましたね、 5.8 が全員 5.8 が並びました。すごいですね、素晴らしい点数ですね、オリンピックではテクニカルに 5.9 という得点も入っていましたが、うん、今日は予選です。ちょっと下がりましたが、それでもそうです、ね、はい、これはなかなか高い評価じゃないでしょうかね。はい、そうですね、はい、ご覧のような得点が出ましたゲーブルです。